ジャスキサバリエラのおっちゃんです。こんにちは。今日はですね、アルトサックス奏者のレコードを紹介したいと思います。そのアルトサックス奏者はハーブ・ゲダーと言います。ウエストコースの人ですね。こちらにジャケットございます。はい、このジプシーというアルバムタイトルです。いろいろここに書いてありますけども、これはですね、ある伝説の人の伝記をもとにしたミュージカル、ジプシーというミュージカルですね。それをもとにジャズ化したレコードです。その伝説の人というのは、このジプシーというのが、鍵になるんですけども、ジプシーローズという女性です。伝説のストリッパーと言われているジプシーローズの伝記をもとにミュージカル、それで後に、これが59年のレコードなんですけれども、録音された、その3年後62年には映画化もされてます。このジプシーというミュージカルがですね、ナタリー・ウッドが主演でローズを演じてます。はい、そういったレコードになります。それでこのレコードをいろいろピックアップして、お伝えすることがあるんですけれども、まずレーベルはですね、ここにありますアトコというレーベルです。アトコというのは、この後ろを見ると、お分かりになる方もいるかもしれませんけど、アトランティックレコードというのがあるんですが、アトランティックレコードの冒険レーベルですね。はい、そこから出てます。このアトコというレーベルの中では、やはりこれは名盤になると思います。はい、それで先ほどピックアップしたいというのはですね、メンバーなんですね。まずメンバーがベースでスコット・ラファロが入ってます。今日お届けするのでも、ラファロのベースがボンボンいってます。はい、それがまず一つですね。それからジョーンズ3兄弟がここに入ってるんですね。ジョーンズ3兄弟というのは、ハンク・ジョーンズピアノ、それからサド・ジョーンズトランペット、それからドラマーのエルビン・ジョーンズ、この3人がここに入ってます。はい、それと、ミュージカルだからでしょうか、ボーカルが入ってます。バーバラ・ロングという幻のボーカリストですね。女性ボーカリストです。彼女が4曲ここで歌ってます。それで今日お届けする楽曲もですね、バーバラ・ロングが歌っているものにしました。そうですね、ボーカルが入ると、他のソロイストに、やはりこのそれぞれのパートの長さとかですね、そういったものが影響が出てきてしまうんですけれども、なかなかこのボーカルもいいものですから、フルメンバーでのお伝えしたいと思います。バーバラ・ロングが入ってないインストルメンタルだけのものもありますけれども、今日お届けするその歌入りのものでもですね、十分そのハンク・ジョーンズ、サド・ジョーンズ、エルヴィン・ジョーンズ味わうことができます。もちろんラファルのブンブンとしているベースですね、これも味わうことができる、そういったレコードですね。はい、では有名なレコードですね、このハーブ・ゲラーのジプシー、これ1959年の録音と先ほど言いましたけども、この前年1958年にはハーブ・ゲラーの愛すべき奥さん、ロレン・ゲラーピアニストが亡くなってるんですね。本当に悲しいんですけれども、私は大好きなんで、ロレン・ゲラー。はい、では、このジプシーからですね、今日はこの A 面の1曲目になります Everything Coming Up Rosy という曲です。はい、4分ぐらいです。ではお聴きください。ジャズアイヨー。